ピザは隣に持っていけないね、さすがに。まあ、とりあえずピザは渡しとくよ、普通に。お前どうしたんや、次は。どうもこうもねえわや。遊んでんのか。いや、このワイワイはね、ちょっとね、あれが悪いから、切れる時もあるんだよ。なら何が？金がねえわよ、スナックで。勝つくわ、マジで。ピザ食べてあげなよ。え、俺が食べていいの？大丈夫ですか？いや、大丈夫。とりあえず Wi-Fi が来たんで大丈夫ですけど、家は締め出されたっすね。今日珍しく昼から活発でってだったのに、こんな風になると思わなかったわ、マジで。いや、まだモバイルバッテリーがあるから、あとシュガーライターがねえから。シュガーライターじゃねえからね。いや、そしてガソリンもねえしな。いや、すべてねえわ、これ、お前。すべてにおいてやべえ状態、今、これ。久しぶりにすべてにおいてやばい状態。ねえ、やばすぎ。昔の配信、昔こんな配信したっけ？ちょっと忘れたけどね、昔が。いや、俺はどうにかして入るよ。だからシャワー浴びたいし、なんとかして入るよ。で、ちなみになんか家の中でも結構ね、大変なことになってるっていうね。どう大変なことになってるかっていうとね、全部のあれを切っちゃったから、冷蔵庫の電源がきつかんくなったらしい。なんかそんなのがなんか聞こえてきたぞ。ペイペイじゃホテル取れないしな。くそ、これが24時だったら全然よかったけどな。金がマジない時にきつっ。いや、でも入れんくない？ブレーカー落とされたんだよ、ブレーカーを。あー、どうやって入るやこれ。何で配信できてるの？いや、ポケワイを取って奪還した。こっち側のドア開いてたから、ポケット Wi-Fi と服だけ取って逃げてきた。そしたらまた閉められたっていうね。一回入った。いや、だって二人ともが追っかけてきたから逃げるしかないじゃん。いや、窓は開いてないね、全部。いや、もうないね、さすがに。こんばんは、主さん。割とよく締め出されるの？いや、それを教えてほしかったらお茶を一個ください。教えます。いや、オチとかないけどね、普通に。オチっていうか、家に入れることがオチだろ。お前の個人の仕方ヤクザやで。いや、すいません、じゃあ僕っすか。いや、こんなのなかなかないです。数年ぶりっすね。最近こんな締め出されることなかったんで、数年ぶりっす。ありがとうございます。数年ぶりです。あんまなかったんで。何したの？まあ、ことの発端は、あ、ことの発端じゃねえや、ことの発端はあれだよね。
まあ、習字っていう習字をしようと思ったんだけど、いや習字よりの魚拓の方がいいかなと思って、うん、でそれをしたらちょっとあの隅々に墨汁がついちゃって、まあ一応でもそれでもだいぶ治っちゃ、あの綺麗になったんですけど、まあ、明日業者呼ぼうと思ってるんだけど、うん、締め出されたね。なんか怒ってないなと思ったら締め出されたし、何言ってんの。いやいや、今の発言でなんでわからないの逆に。なんでわからないの。業者って金あるの。いや、ないからじゃあ出して。出して。いや、俺が別に配信来てつけたりしてるわけじゃないんだって。マジ。いや、Wi-Fi 切られたり、ポケット Wi-Fi をやっと取れたり、さっきもコンビニから配信してたけど、コンビニの Wi-Fi が20分かと思ったから10分ぐらいで切れたり。いいね、マジ。いや、こんな配信が長くても長くなると思わんもん。もうとっくに風呂入って寝てる時間なのに、これ。いいね、マジ。イカルドいるよ。焼いてねえわよ普通に。いや、ベクシゲーっていうか、いや、そんな切れてないよね。冷静に締め出されたね。鍵締められたね。1回目なんで開けてくれたん。いや、開けてくれてなくない。開けてくれてなくない。1回目は2階から登りました。2階から突撃しました。あ、家の鍵持ってこなかったな。こんなやな。ポケット Wi-Fi に乗ってなんでできてきた。うん、親が怒って走ってに、イカルトが走ってきたから。暗闇でイカルトが走ってきたらこっちは逃げるだろ普通に。台本の方がマシだわ普通に。台本あったらもう手っ取り早く終わってるわ。長いこと配信したくねえもん。老婆や。開けろ。あ、りょうさん、お正気はからず、フェ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 、はーん。連続はさすがにまずいけど。誰かな、誰かいたらな、この辺に配信者が。朝までコースは無理だわ。だって朝までコースなんか行ったらもう普通にエンジンが止まっちゃうよねこれ。いや、むずいは絶対来れないよ。だってあれ酒飲んでんじゃん。飲酒で来るよ。いや、余計だるくなるよね、あれ呼んだら。警告灯ついてるんじゃない。いや、もうついてるよね。いや、水来たらまた違う別件でなんかあのだるくなるよね、うん、飲酒運転で警察呼ばれてみたいな。こっちで精一杯のにそっちまで行かんといけないの。2階から入れるけど2階に上がれないね。だってはしごないし、前は BB から登ってたけど。どうしようこれ。
なあ。風呂場なんかあんな隙間から入れるわけないじゃん。あんな隙間から、あ、違うわ、あっち側か。あそこも見たけど、あかん、開いてない。あそこも開いてない。いや、燃やすわ、やばい。これどうすればいい？誰か教えてくれ。いや、クラクションはさすがにこの時間はまずそうだけど、さすがに俺でもこの時間はちょっと。てか充電器もさ、なんかこんなになったし、充電器も取ってきたいんだよね。こんなになっちゃって使えなくなった充電器まで。ヒカルトさん、すいません、助けてくださいっていうのはやったぜ、ダリーナ。なんでそこまで焦げる？いや、墨汁だからね。いや、反省文書いても何も意味ないけどな。裸になって土下座しても意味ないけどね。それも意味ないけど、ね、やべ、どうしよう、マジで。うち来るか。え、島根なんすか。そこに、ここにあるよ、うん、ピザもう一回温めないのに。金あんの？ない。 Wi-Fi？ いや、 Wi-Fi はある、 Wi-Fi ある。だりーな、俺。金もガスも人脈もない。ピザ渡してないんか。いや、ピザの前にまず Wi-Fi を取らないと。うん、でも一応ピザって言って逃げてきたけどね。鍵屋呼ぶしかねえな、マジこれ。北海のピザとチーム違うわ。もうなんか怒るのに、そのリスナーさんも怒るのじゃなくて、もう僕にあげたらよくないっすか。もうだから、どっちにしても無理なんだから、絶対に。絶対無理でしょ、この状態。俺が食うよ。意外なんかねえわ。ダメだ。なんで？なんでダメだ？だって無理じゃないだろうね。警察呼んだら。まあ、多分呼んでも、なんかこういうこと昔何年も前に1回だけあったけど、警察呼んだ時にこういう時何が起こったかっていうと、まあ来て、まあ一応解決したけど、あの、息子さん今日はホテルに泊まってあげてくださいってなるよ。車のエンジン止めたらね、あの、熱暴走するんですよ。止めたいんですけどね、熱没しちゃって携帯が止まっちゃうんだよね。
いや玄関の走り切り倒そうって2本切り倒そうって2回そのコメント言ってるけど、そんなできないでしょ。さすがにガソリンないんやろ。いやガソリンないけども、あの携帯が止まる方がやだね。登れないよさすがに、無理だ。窓が開いてる時開いてるとこないの。いやさっきあったんだよ1個、そこも閉められた。前ポケワイと服だけで取って逃げてきたらね、見つかって閉め出された。動けよって、どう動くの。いや何も決まってないのに動いても意味ないじゃん。いや車の屋根はこれは無理、さすがに無理。いやー止めずしから借りるのは無理だな。声かけづれえわ。警察に電話したら、いや携帯が止まってて、電話できない。携帯が止まってて電話できない。平八のライン、平八のこっちの携帯は知らん。携帯で払わんの。いや携帯で払うもない、もっともう解約されるからね、どっちにしろ。いや牧場だらけの家、ね、瀬戸元線の窓開いとるぞ。本当に？いやもう言ってもいいけど別に、自分の名義で契約できないんですよねブラックだと、自分の名義で契約できるのはとっくに契約してるわ、ソフトバンクじゃなくてドコモ。謝りようはなくない普通に。はいこの音、ウーバーイーツだよ。再放送ウーバーイーツだよ。こっちの充電が良かった。ウーバーイーツだよ。くそこれ、うわうわうわ、なんか電波が悪い。なんでや、電波大丈夫？
電波大丈夫？なんか電波が急に悪くなった。治った。ウーバーイーツだぞ。ウーバーイーツ。ウーバーイーツ。注意喚起がしたの。あ、もしもし。はい。あ、大丈夫です。今配信中ですよ。でも。いや、マジです、うん、あー入れよ。いやだから入れねえんだっつーの。入るようじゃなくて、いや、あの台本だと思ってる。いや台本だったら入れるだろう。いや引かれても困るんですけど。で、水じゃねえんだよ。水の音じゃねえんだよ。掃除機の、掃除機っていうか、なんかシューってやるやつの音だよ。だから水じゃねえっつーの。いや、どんだけわからんの。マジで。これ水の音じゃねえんだわ。中でしか止めないでしょ。いやだって水の元栓止めても意味なくない。いやそれでも元栓止めてじゃあ中入れるの。入れんくない。いやどうせ2階に上がって寝るだけだろ普通に。それしたらね、水道の線、水とかどうでもいいんだよ。どう、水なんかし、水の元栓閉めてもしょうがないじゃん。水道メーターのところに元栓がある。いや絶対意味ないと思うよ。いや多分それやったら2階に上がって寝るだけのうちで。これ意味ないと思います。それさ、開けてくれんじゃねえ。いや開けて、いや開けてもらえてないんだけど今日一回も。うわ、こっちに行くと電波が悪くなる。何この電波攻撃、何これ。
だから玄関に近づくと電波が悪くなるんだけど、どういうことこれ。これ何なんこれ、何これ、電波ガラス割ったれ。いやーさ、きちっすね。これ何でこれ、こんなの扉に近づくと電波が悪くなるの、どういうことこれ。携帯これなんで太陽フレアって。いや持ってませんけど、家の鍵なんかないけど、全部開けたけども、なんで閉め出された。いや知らん、インターホンしか。レンガさん悪くないこいつ。え、なんで、なんで俺が悪いの。泣いてんのお前、気持ち悪い。お前絶対自作自演だろ、誰かの。うわーこれ、うわーこれなんかおかしいわ、これマジでおかしいわ。なんかうちに結界張られてんだけど、マジでマジ結界張られてんだけど、すっげえ電波が悪いんだけど。はしごがないですね。おい、あ、何これマジで、何これ、電波がこんな悪くなる、どういうことだよこれ。いやタックルしても壊れんで、こっちに行ったら治ったな。こっちに行ったら治ったな。こっち行ったの。え、今電波大丈夫？今電波大丈夫？電波大丈夫？いやこれ電波悪いなこれ。カクカク。タケルのハイキックで壊れるんじゃない？知らんけど。あ、大丈夫？いい？いや外だ、いいはずだけど。マジで。あ、またカクカクになった。これどういうことだよこれ。ちょっと待ってよ、これダメだこれ。一回。車に行くと戻るんだよな。こっちに行くと治るんだよ。今日わからん、マジで。ダリマジ。来てからし、マジ。
いや、てか意味が分かんねえんだわ。あの、この中なんかピザを俺のせいにされてんだけど、あのピザにくれたリスナーさん分かるんですけど、なんでそれ俺のせい。いや知らんけどね、だから俺は取ってもらえないのに。そもそも、いや、ピザくれたリスナーさんが俺に怒る意味が全く分からん。マジで全く分からん、全く意味が分からん。お前が悪い。いや知らないよ。だってこのためにそもそもだって締め出されたからピザ送られて送ってきたんでしょ。でそれでピザ受け取ってもらえんでもどうしようもなくない。マジでどうしようもなくない。マジでどうすんだよって話で、どうやって渡すんだよって話で。当たり前だろ、イカルドに渡してないんだから。いやだからどうやって渡すんだよって言ってんの。どうやって渡すの逆に。逆にどうやって渡すすいこれ。マジでどうやって渡すんだよ。逆に教えてくれそれ。おはようございます。プレ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 、はーん、あれそれ。いや、ピザ関係ないよね。だって郵便物に突っ込んで、じゃあピザ持ってきましたなんか余計でも受け取らんだろ。それどころじゃなくなるだろ。いや、仲直りわかるんだけど、だって仲直りわかるんだけど、鍵開けてもらえないもん。どうすんのこれ。どうすんのよ。いるやん。いやだからさっきからずっと目の前にいいんだって。目の前にいいんだよ。目の前にいるけど開けてくれないんだよね。俺は食えないでしょ。鍵開いてねえよ。どうやればいいやマジ。お前なんか入るだけ。お前はどうでもいい。ガラス割ってそうなんですよね。まあそうなんですけどね。ただガラス割ったらガラス割ったで、もうコメントがね大変なことなんですよね。やりすぎやりすぎやりすぎっつって。何回もガチャガチャって見えなくない？ならんならん。いや絶対なるじゃん。 100% なるじゃん。毎回そう言ってなってんじゃん。いやおもろいっていうのはいいんだけど、クラクションだね。
ーパーいる。前が見えんくなる。さあ、器物はそのアンチが喜ぶな。確かに全く効果ないでしょ。 ないんだって。トイレ行きたい。そうそう、イライラしてきた。いや、もうずっとイライラしてるよ。だって開かないから。平八さん電話してみたって言っても、だからもう一個の携帯にしか LINE 知らないんだって。だからこっちの携帯止まってるからこうなるんだよ。だもう一個の携帯も壊れて使えないんだよね。いや、さすがに無理だわ。こちらはソフトバンクです。現在この電話からはご利用できません。柱切ったら、まあ、大変なことになるよ。ちなみにちなみに柱切っちゃったら大変なことになる。ほら、あそこ手が動いてるの、鍵のところに手が巻いてるの。手もつけーして、配達の人も入れないよね、絶対。こうなったイカルドも、こうなったイカルド誰が来てもね、もう家に入れないからね。ダスキンが来ても追い出すからね。もう無双してるからね。いや、さすがに窓ガラスは俺ちょっと無理だわ。さすがに俺ちょっと無理だわ、窓ガラスは。窓ガラスって完全に警察沙汰になっちゃう。警察沙汰になっちゃうからね。間違いなく呼ばれるからね。玄関の前で、まあ、とりあえず一回さ、玄関の目の前にいるんだから。あ、しょうがない。でもこれなんか近寄るとなんか電、近寄るとなんか電波攻撃されてわカクカクするんだよな。いやもう、いやもう、もう大概しよって。台本はそこまでだ。あれ、あれピンポンが鳴らんくなってる。いや、ピンポンの音が鳴らんくなってるし、そこまでする、そこまでする必要ある。音までなくなってきたけど、てん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 が言わんくなったけど。いや、かわいそうっちゅうか、お前こっちだろ普通に。開けてよ。マジで。いや、台本だったら長すぎるでしょ、さすがに。もういいって俺。ガチだから入れてくれないんじゃない。おい、開けて、開けて、マジで頼むから開けて。いや、隙間なんかねえよ。開けて、あげて、おい、おい、聞こえてる？やばいやばい、やっぱ電波攻撃した、電波攻撃された、電波攻撃された、やべやべ、また電波攻撃した、うわ、やばい、やばいやばいやばい、電波が悪くなった、またやばいやばいやばい、これスチームだろ、電波が悪くなるの。
また電波攻撃された。すげえカクカクなるんだけど、あそこに行くと。何あれ、めっちゃ隠れるんだけど。いや、家に入る気ないやんってか。じゃあどうすればいいんですか、逆に。逆にどうすればいいん。めっちゃカクつくんだけど。いや、警察呼んだらだるくね、マジで。なんで俺が警察呼ぶの。なんで刺されたの。いや、知らないっす。知らないっすね。なんもしてないっすけどね。意味がわかんないっす、マジ。あ、間違えた。締め出されたか、ジム出されたってなっちゃった。あ、間違えた。漢字間違えちゃった。間違えちゃった。普通に。よし、電波が戻っ、直ったから、もう一回行ってみるか。まだ入れないの。入れない。あれ、また電波が悪い。これなんだよ、これ。開けて。うぅ、なに。うぅ、あ、乗った。無駄な抵抗やめて出てきなさい。無駄な抵抗はやめて。無駄な抵抗やめて出てきなさい。無駄な抵抗やめて。いや、俺は無駄な抵抗やめてんじゃん。もう出る、出てくるの待つしかないよね。無駄な抵抗やめて出てこい。開けて。ふざけんなよ、マジで。なんか悪いことしたの。いや、今日はね、あの、家をきれいにしたんだけです。家をちょっとリフォームしただけなんだけどね。うん、色変えてみただけだけどね。無駄な抵抗やめなさい。あ、また電波が悪くなった。やばいやばいやばい、おかしいこれ。え、これ開いてるよ。開いてねえじゃねえかよ。どう、どこ開いてるよ、これの。うん、あ、電波クソすぎだしな。だからクラクションも何回も押したけどね。いや、マジでさすがに長いって。もう開けてください。いや、長いってじゃなくてもうやめてください。本当にやめてください。おとなしくするんで、2日間ぐらい、2日3日おとなしくするんで、4日目からまたやるんで。あ、やべやべやべ、電波がやべや、電波、何だこれ、なんやこれ、なんでこんなになんの。
2階からよじ登れば。どうやってよじ登る、これ。俺ジャンプしても、ジャンプしても、あの両腕でこれを支えて腕だけで上がれる力ないけどね。ホースで玄関に向かって、あ、畜生、窓閉められてる。あそこも、あ、いつもだったら開いてたが、あそこの隙間から入るけどね。うわ、ダメだ。あそこの隙間から入るんじゃない。いや、無駄な抵抗ですけど、やります。いや、きれい、玄関きれいにしてるだけじゃん、これ。どっか隙間から入らんかな。いや、俺がかかってるし、クソ。うわ、やべ、クソ、自爆だこれ。ダメだ、下から攻めろ。あ、待って、マジで待って。うわ、うわ、どっか行った。マジで待って。いや、これ無理だろ、入らんだろこれ。無理だろこれ、隙間から入らんで。誰だよ、下から入れようって言ったやつ。嘘じゃねえか。ちょっと待って、一回ちょっと開けてもらっていいですか。無理だ、キッチンの窓も開いてないもん。こんなんで近所迷惑にならねえよ。ちょっと待って。くそ。ちょっと待って。お前マジ警察呼ばれるぞ。いや別に呼ばれてもいいけど、てか何なら呼ばれた方が入れるけどな。あ、くそ、閉められた。あ、くそ、おい、暗くされた。痛えやなこれ。無理だ。母ちゃんあれないやろ。いや悪いだろ、まあ、開ければいいだけのことだね、とりあえず。
入れてあげるから微糖7缶買ってきなさい。これ偽物じゃないか。ああ、もう電波あり。無理だ。ダメだ。これ無理やわ。どうしようこれ。開けてもらえねえわ。うわ、電波がまた悪くなったし。